皆さんこんにちは、ライフハックアニメーションです。突然ですが質問です。次のような問題に悩まされている方はいないでしょうか？挑戦する意欲がなかなか出ない、立ち直るのに時間がかかる、物事を消極的に見てしまう。もしかしたらその原因は自分自身に対する愛情にあるかもしれません。今日の動画では自分を愛するとは何かというお話をしていきます。自分を愛することはとても大切です。なぜならばそのことこそが生きる上での根源的なエネルギー源となるからです。今日の動画を見ることで自分を愛することで自己肯定感を高め、日々のあらゆることに対して今以上にエネルギッシュに立ち向かっていくことができるでしょう。ぜひ最後までお楽しみください。自分を愛せないとどうなるのか。自分を愛する感情を自己愛感情と呼ぶならば、自己愛感情は次の3つの感情で構成されていると言えます。それは自己需要感、ありのままの自分を認められる感覚、自己信頼感、自分を信頼して行動する感覚、自尊感情、自分には価値があると思える感覚の3つです。自分を愛しているとき人はこれら3つの感情をバランスよく適度に持てていますが、自分を愛していない人というのはこれら3つの感情のいずれか、もしくは複数に対して問題を抱えています。すると結果としてどうせまた失敗すると思い込んで行動できない、後ろ向きの判断ばかりで消極的、自分や周りに対してネガティブな感情を抱きやすいというように、自動思考の罠と呼ばれる負のループにはまり込んでしまいやすくなります。一方で自分を愛しすぎ社会性を損ねる過度なナルシズムや、歪み矛盾した自己愛から来る自己愛性パーソナリティ障害というように、自己愛に関連する問題はその他にもあります。ただいずれにしても根本では自分に対する愛が不足しているという点は共通しており、そのことがどうしてもメンタル的な問題へとつながってしまいやすいのです。それでは一体どうして自分自身に対して愛情を持てないという状況に人はなってしまうのでしょうか。次にその原因について見ていきましょう。自分を愛せない原因。先ほど自分を愛する感情は自己需要感、自己信頼感、自尊感情の3つの感情によって成り立っていると仮定しましたが、自分を愛せないとはすなわちそうした感情がネガティブな状態になっているということなのです。そのようにネガティブになってしまう要因は人それぞれですが、パターンとして大きく3つに分けるとするならば次のように分けられます。パターン1、他者との比較の中で自分の不足部分を見ている。パターン2、過去の失敗や後悔、恨みへのこだわりが自分を締め付けている。パターン3、周りの評価を気にし自分の価値判断を他者に任せている。つまりあるものではなくないものばかりに目が行き、今この瞬間ではなく過ぎ去った過去ばかりに目が行き、そして自分がどう思うかではなく周りがどう思うかということばかりに目が行っているわけです。またこれら3つのパターンをさらに一言で言い表すならば、自分に対する認知が歪んでいるということも可能です。そのような歪んだ認知でもって自分を嫌い、卑下し、存在に扱っていると、最初に述べたように挑戦する意欲が出ない、立ち直るのに時間がかかる、物事を消極的に見てしまうという事態に陥り、そこからさらに負の循環へと入っていってしまいます。自分を愛することと仕事や勉強への意欲、良好な人間関係、心身の健康というのは一見すると関係のないものに思えてしまうかもしれませんが、実は自分への愛情こそがそうした人生に対するポジティブな働きかけの根源的なエネルギー供給源となっており、自分を愛することがそのまま日々の生活の質を高めていくことにつながるのです。それでは次に、ここまでの解説を踏まえながら、では一体どうすれば自分を愛する感情を育てていくことができるのか、そのためにできることをステップを踏んで解説していきます。自分を愛せるようになる方法。これから皆さんに考えていただくのは次の3ステップです。ステップ1、自分のことをもっとよく知る。ステップ2、自分に OK と言う。ステップ3、成長に向けて動き出す。この3つのステップを踏むことで確実に自分に対する愛を復活させることができるようになります。それでは一つずつそのステップを解説していきます。ステップ1、自分のことをもっとよく知る。自分を愛せないという人は、先ほどその原因について解説した通り、自分自身のことを他者との比較の中で、過去への縛りの中で、他者からの評価の目の中で見ています。つまり自分自身の目でちゃんと見ていないわけです。まずは自分のことをもっとよく知る必要があります。そのために効果的な方法が、現時点でのライフチャートを作ることと課題の分離を行うことです。ライフチャートとは、自分が人生で大切にしている複数の項目それぞれに対して、現時点で自分は10点満点中何点くらいなのかを知るためのものです。
なぜライフチャートを描くことが大切なのかというと、偏った自己評価を修正するためです。ライフチャートを描くことで、自分が人生で大切にしていきたいことというのを一つではなく二つ、三つ、四つと認識して、自分の視野を広げることができます。また自分が人生で大切にする価値の中で、意外とすでに高い点数をつけられる要素があることにも気づけます。つまり自分は10点満点中1点の人間なのではなく、全体的に見れば10点満点中7点、8点の要素もあり、平均的には1点などではないということを知れるのです。次に課題の分離をしっかり行います。課題の分離はアドラー心理学で使われる用語ですが、認知の歪みを直すためには非常に効果的です。課題の分離では、今自分が抱えている悩みに対して最終的な結論を出すのは誰かについて考え、自分がその最終的な結論を出せないことについては、あれこれ思い込んでも無駄なので、それ以上もう考える必要がないとします。課題の分離をすることで、自分の人生において何が大事で何が大事でないかが明らかになり、自分の力ではどうすることもできないことを気にしないで済むようになるので、人生が全体的に軽くシンプルなものになります。アドラー心理学の課題の分離については、こちらの動画で詳しく解説をしているので、ぜひ合わせてご視聴ください。ちなみに、ライフチャートや課題の分離、またこれから紹介する方法について、こちらのシートで実践できるようにまとめておりますので、後ほど動画概要欄のダウンロードリンクよりお手に入れてご活用ください。それではステップ2へと続けていきます。ステップ2、自分に OK と言う。ステップ2では、ステップ1で認識した自分自身の全体的かつシンプルな姿に対して OK と言って受け入れていくことを行っていきます。そのためには、紙の上で見つけ出した自分の姿を実生活の中で実際に発見していくということを繰り返していきます。そのためにおすすめなのが、3 Good Things という方法です。これは日々の生活の中で毎日3つ、自分の肯定的な部分を見つけ出してメモしていくという方法です。それまではそもそも自分が大切にしている価値観も明らかになっていませんでしたし、課題の分離が不十分で、他者の課題を自分の課題のように思い込んで、生活が複雑なものになっていました。しかし、先ほどのライフチャートと課題の分離によって、自分自身を全体的かつシンプルに見ることができています。そのため今では自分自身の肯定的な部分を見つけやすくなっています。別に些細なことでも全然構わないのです。同僚に明るく挨拶をした、親に久しぶりに電話をしてみた、夕焼けが綺麗だなと思った、外を歩いて散歩したなど、人間関係に関すること、自分の感性に関すること、自分の健康に関すること、何だっていいので肯定的な部分を見つけて、紙やスマホのメモ帳にどんどん書いていきます。目標は毎日3つです。それを繰り返すことで、紙の上で見つけ出した肯定的な自分というのが本当に自分自身の姿なのだと実感することができます。そうすると、あとはそんな自分に OK というだけです。別に自分って以前思っていたほどに悪くなんかないな、むしろちょっといいかもくらいに思えるように確実に変化していきます。ステップ3、成長に向けて動き出す。そしてステップ3では、自分をもっともっと愛し、毎日を前向きに過ごしていけるようにしていきます。人が前向きになるとは、心を今に定め、そして未来をポジティブに描いていくことです。そのためにはウィッシュリストというものを作ります。ウィッシュリストでは100個ほど、やりたいこと、興味のあること、実現したいこと、楽しみたいこと、望んでいることをどんどん書いていきます。大きなことから小さなことまで何でもいいので、思いつくままにどんどん書いていきます。なぜそんなに書くのかというと、日々を小さな達成で満たしていくためです。自分を愛していないとき、人はある特定の大きな望みばかりに目が行き、それが叶わないことを理由に塞ぎ込んでしまいがちです。しかし、日々の生活をもっとフラットにありのままに眺めてみると、そこには自分が望むものがたくさん実現していることに気づけます。そうすると毎日は楽しくなり、私の毎日は意外と悪くない、むしろ結構いいかもと思え、意外といい感じの自分自身と日々を楽しく過ごしていくことができるようになります。自分を愛するとは、つまりそういうことなのではないでしょうか。以上、いかがでしたか。今日の動画では自分を愛するということに焦点を定め、解説を行ってきました。また動画の中で触れたライフチャート、課題の分離、3 Good Things、ウィッシュリストを実践しやすくなるためのツールを作っておりますので、動画概要欄のダウンロードリンクより入手して、ぜひご活用ください。自分を愛することができれば、もう怖いものはありません。なぜならば、今というこの瞬間の連続である人生において、今この瞬間瞬間の全てにおいて、いつも一番近くにいるのは他ならぬ自分自身だからです。そうした自分への愛は、安心、
平穏、感謝、挑戦、改善、前進、協調、協力、貢献、そういったものを生み出す根源的なエネルギーとしていつも自分を奮い立たせてくれるようになります。この動画の内容が何か一つでもあなたのお役に立てておりましたら幸いです。また最新動画をいち早くチェックできますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。